早稲田大学競争部は、早稲田大学の陸上競技チームである、関東学生陸上競技連盟に所属している。小田美きを1914年4月に創部され、アジア初のオリンピック金メダリストとなる、小田美きを輩出した。南部忠平が小田に続いて、金メダルを獲得したほか、卒業生からも、世界記録受立者をはじめとする名選手が、誕生している。 関東学生陸上競技対抗選手権大会、日本学生陸上競技対抗選手権大会、東京箱根間往復大学駅伝競争で、数多くの優勝を飾っている。短距離走、特に4次の競合として知られ、日本陸上競技選手権大会男子400メートル、リレーでは10連覇を含む19回の優勝を遂げた。 男子学生3大駅伝の優勝回数は計20回。1914年4月総部、1919年の第1回関東学生陸上競技対抗選手権大会で優勝を飾る。関東インカレの優勝は通算18回、日本インカレの男子総合優勝は10回を数える。1920年のアントワープオリンピックマラソンに三浦弥平が出場した。 以降、オリンピック金メダリストに輝いた、小田、南部と小、小掛照字の男子三段飛べ世界記録樹立者を、筆頭に、円盤投げ及びハンマー投げで15回日本記録を、更新した、沖田義夫、男子100メートル日本記録樹立者の飯島秀夫、マラソン10勝を挙げた、瀬古俊彦,彦ら名選手が輩出した。卒業生からは後に、政治家へと進んだ、河野一郎、 河野健造、日本陸上競技連盟の重鎮となった、小田美紀夫、青木半治、小掛照ジをはじめ各界へと人材を送り出している。映画監督となった、篠田正宏ら文化芸術あるいはマスコミへと進んだ、卒業生も多い。2021年現在、部長は、野島栄一郎、監督は、磯茂夫、駅伝監督は、相良豊である。短距離層、 中距離層、長距離層、競歩、跳躍、投擲、混成と各種目の選手とマネージャー、トレーナーにより部員を構成する。後の衆議院議長、日本陸上競技連盟会長、河野洋平はマネジメントを司る主務の出身である。1987年所沢市三ヶ島に、早稲田大学所沢キャンパスが開かれ、法谷市東伏見から拠点を移した。 所沢キャンパス内にある練習グラウンドは、小田美紀夫にちなみ、2005年10月1日に、小田美紀夫記念陸上競技場と名付けられた。男子所属部員が授業と練習に備えて、共同生活を送る、合宿所有する。2011年の、第90回関東インカレと、第80回日本インカレで、男子総合優勝を飾った。2010年箱根駅伝国産上りたすきの色は、 演じ。早稲田大学の文字が白糸で施され、統合神社の勝森が縫い付けられる。箱根駅伝には1920年の第1回大会からの97回中90回、出場し、13回の総合優勝を飾っている。第1回東京箱根間、往福大学駅伝競争の出場選手には、三浦弥平、河野一郎、麻生武春らが名を連ねる。 第二次世界大戦後、中村清が指導し、日本大学や中央大学と優勝争いを展開した。戦後に選手の故障や選手寿命が尽きることを懸念して、慶応義塾大学と協調する形で、駅伝有害論を唱えた時期がある。1976年、瀬古敏彦の入学と同時期に中村が指導者へ復帰、瀬古は、 福岡国際マラソンで優勝を重ねながら、箱根駅伝を走った。瀬古の卒業後である1984年1985年に2年連続優勝を飾った。竹井隆二、串部誠二、花田勝彦、渡辺康幸らの活躍で1993年にも優勝した。その後優勝から遠ざかるが、2010年の第87回東京箱根間。 往復大学駅伝競争で優勝し、出雲、全日本と合わせた3校目となる男子学生3大駅伝3冠を達成した。その後もシード校の常連校となっていたが、2019年の第95回東京箱根間、往復大学駅伝競争では2区で、区間21位のブレーキで18位まで転落、往路は15位に終わり、 袋7位と追い上げるも、10位中央学院大学と1分16秒差の12位に沈み、第82回東京箱根間、往復大学駅伝競争以来13年振りのシード落ちとなった。第96回東京箱根間、往復大学駅伝競争の予選会では9位通過と、ギリギリの通過ながらも、オーロ9位、総合7位に入り、2年振りのシード権を獲得した。 第97回東京箱根間、往復大学駅伝競争では、往路・小田原中継所までは3位でタスキをつなぐが、5区で区間19位とブレーキし、シード圏外の11位に沈むも、袋4位と検討し、総合6位に入り2年連続で、シード圏を獲得した。2021年は、史上初となる2度目の三冠達成を目指す。 全日本大学駅伝では1992の1995年の4連覇と2010年の5章を挙げている。4連覇は大東文化大学、駒沢大学と並ぶ大会連勝記録である。出雲駅伝は1996年と2010年の2章である。男子学生3大駅伝の優勝回数は計20回である。ありがとうございます。